やったのはさ、いつもやってるのはこう、この足やだからいなくなって、こうね、こう彼の彼女の資格にもらったって、資格もらったって、で次彼女やるのはよいしょよっこいしょってやんないと来ないのね。で僕は安心してるの、こういう状態で、こういう状態は僕の方が勝ってるの、勝ってるってかな、僕の半歩早いからね、 そういう話で、で今やったのは向こうへ出しましょうって言ったの、向こうで彼女向こうへ出したの、だからよいしょってほら、よいしょ向こうへ出したの、こう出したの、だからこう手だけでこうやって出してるといかないんだけど、全体が出しちゃったの、そしたから彼女は向こう行っちゃった、で自分はほらとこう一歩踏んで、彼女は一歩踏んで、彼女は一歩踏んで、そうでこう来たの、そういうふうにやりたかったのね。だからいつもやってるのとちょっと違ったの、今日はね、今日やって、いつもやってるのは四角、この足とか嫌だから、ただ四角に入ってこういうふうに姿勢を正しくで何でもできますよって状態、自分がね、で彼女はよいしょって振ってこないとできない状態、そこでこういうふうにやったんで、こういうふうにね、で今日やったのは向こうへ出して、で両方できますから、両方を出しておいて、こうね、で優先順位は自分の姿勢だから、相手倒すことじゃない、こうやって倒しにいっちゃダメ、自分の傾いちゃうからね、自分の姿勢まっすぐ、そしてこう出す方向と出すのと、いつもやってるやつ、いつも資格もらってこうね、姿勢優先、そういうことを考えて、じゃあいろいろやってみてください。どうぞ。この優先順位ね、この持たれたら次ボーって引っ張り込んで、こう足ボカッてやる、でやられないようにしたいの、生き残りたいわけだから、こうに来た時にも生き残って、ほら資格にいたいのよ、だからそれが優先、最優先なの、生き残るのが最優先だから、この時に姿勢が曲がっちゃったりしたらやられちゃうの、こう手に行っちゃったらこっちがほら来ちゃうんだよね、だから姿勢をまっすぐにして、資格、彼の資格が最優先、こうほら資格全然何もしてないので、いつでも手は使えるようにしとくの、こうやって持たれちゃった、本当はね持たれちゃって、カタカタ持たれちゃったら引っ張り込まれちゃったり、いろいろ自分の意にかなわないことになっちゃうわけだから、意にかなうようにこうやって持たれても力抜いてんの、力抜いて引っ張り込んできたいもんね、豊富に入ってこれるようにしたいわけだから、なんとなく優先順位をよく考えて、要は生き残るのが最優先だからね、生き残るのだから、相手の前で食らわないってこと、食らわっちゃう場所にいない、すぐもうは離れたらさよならって、ここさよならの方が本当は安全、彼が一歩踏んでこなきゃ来ないんだから、でしょうがなくて掴まれちゃったの、掴まれちゃってしょうがないから、こうやってこうやってこうやって近くに入ったので、ここでやってんじゃないの、ここじゃなくて自分の重心がこっち入ってた、だからここでやってんじゃないの、それは学びだから、なんていうのかな、競い合いじゃないからね、だから自分が生き残ることが優先、これじゃないから、これ稽古じゃ、この MMA じゃないからね、我々は生き残るの、弱いの、弱いネズミがどうやって生き残ったらいいの、あのリングの上 でね、そういうこと考えて、しか取られる前にやってんのよ、取られる前にしてまっすぐ、そういう話で、そういうこと大事だから、すごく大事だから言ってんだけどね、なんだもう同じこと言ってんだけど、まあそういう話で、稽古方法としていろいろあるわけで、四角に入るんだけど、こう両手持ったもんね、でこうね、こうでこういいよ、こうやって起きて、こう今度左で、今度は右ね、こうほら、そうすると自由に右と左自由にできるよね、こうにで、自分は普通の状態、こういうとこ行っちゃったな、やられちゃうの、蹴られちゃった、こうやってだから近くに入るの、そしてこうやって入るの、そしてパッとんで倒れて、で彼は起きてくるから、ほら起きてきたんだけど、またやるの、わーでまた起きてくるので、こういうふうに渡してあげて、
で持たしやすい手にしとかないと、この手持ちづらい手にしとくと、これ持ちづらい、これ来ないよね、持たしてあげるの、これ持たしてあげるのと、持ちやすい手にしとくの、こうやってちょうどいい、自分のちょうどいいようにこういうふうに右も左もこういうふうに持ちやすいの、彼にとって持ちやすいの、そしてほら彼にとって持ちやすいの、自分にとってもまあそういう話ね。でこうやってつなげて少し練習、こうやってね、あの資格もらってることが大事だから、それ考えてこう持たせて、こっちとこっち両方で自分がまっすぐで、こういうとこやってない、やっつけに行ってない、そしてこう自由に動く、自由に、そういう話ね。じゃあやりましょう。自分がまっすぐがこれ、あのでこう傾かないの、これ上向け楽なの、これこれで上向いてるから、上向いてるからこういうふうに入るの、こういうふうに外れた時にね、これ下向いてたら、こういったらやられちゃうんだよね。で上向いてるのかな、上向いて、手のひら上向いて、両方とも手のひら上向いてるので、均等なの、均等に。でこれでいい練習だ、こうなっちゃったからね、みんなね、こう取りに行っちゃうと、ほら僕は全然、彼はこっちにいて、僕はここに注目しちゃったらできないから、だからこういうふうに回ってんの、そうすると均等になってるでしょ、均等、それでこう来て、これも今度こっちも均等、こう均等だ、普通なの、普通の格好、普通の意識ね、やらないので、今度こうやろう、同じだから、あ、それ今みたいな天地投げっていうのね、手はただこうやってるだけなの、そして足は四角に入ってるの、こういう、これも稽古としてはつなげといてこうね、こうやってやって、こうそしてつなげといて、こうで、ただ手は上下こういうふうにやってるだけで、も足の位置は自由で、自分が相手にとらわれてない、相手投げようと思ってこうなっちゃう、傾いちゃうので、傾かないので、こうやってほら、あのちょっとごめんね自由なんだから、こうやってやったのと同じ、今度下こういうふうに来たの、こうやって来たのと同じ、今度この手がこういうふうに入ってきた、逆に入ったの、こういうふうに全然安定してんだよね。でそのまま落としてくれば落ちちゃうよ、でも落とさないの、落とさないで今度こっちへで切り替えてんの、でこれ自由の練習だ、自分を自由にする練習なの、自由に動けますよって、そういうふうにほらしたいの、自由にこういう足、体、精神全部自由で、いつも彼の蹴りとかこうやって切り替えた時にやられちゃうから、こういいよ、切り替えてこうやった時にやられちゃうの、だからこうやった時にだんだん練習が上手くなってくると、こうやった時もこうやって戻ってきた時ね、もうこうこの時にやられないように、やられないようにこう出してんの、ほらやられる隙間がないように、こういうふうに隙間がないように、隙間じゃないとやられちゃうから、隙間にね、こうやってやってよいしょってやったらこうなっちゃうんだよ、しちゃってやられちゃって、でもう終わり、だ生き残るの優先だから、生き残るの優先だから、あ、逆だそういう話、じゃあちょっとやってみましょうか、はいどうぞ、相手こう足出しちゃってこうやってこの足じゃなくていいの、別にいいの、これこれいいよ、普通にして、普通にまっすぐ立って、ね、そうで、こうでこう側面にこうに入ったの、そしたら次こっち入ったの、ほら足動いてないよね、こういうふうに入った、だからいちいち出しちゃうとこれ引っ込めなきゃいけない、引っ込めて今度こっちへで大変でしょ、だから楽したいの、楽するときにこうにでこうやってほら楽なので、手上下してるだけ、手をこうやってやって、で、腰こっち、ちょっとこうやってるだけ、それ出したいときに出すの、出したいときにこう崩した、相手を倒したければこう出してくればいいの、重心もらってくればいいの、
でも、倒さない方がいいんだから。つなげときたいんだから、こうやってやって。手を上下してるだけ。手はこうやってやってるだけ。で、腰をちょっとこうやってやってるだけね。そういう感じ。同じことできるの。こう、こう、それで、こう。同じことできるじゃない。こうね。こう来て、こう。こう来て、こう。同じことできるよね。こっちは動きは一挙の形。こっち動きは四方投げの形。こう回れば四方投げ。だからこういいよ、両手で。何でもいいや。本当は両手の方がいい。まあいいや。これね、こういいやね。こうやってやって、今度こうやって、ほら、これ一挙。で、こうやって、こうやったら、これは四方投げの形。こう。ほら。でも、こっちの手は一挙だよ。これは一挙。一挙。ね。一挙の形。こう、やる一挙の形。でも、こう来て、こう来たら四方投げの形。こう、腰を重視するという練習だから、これ。こう。そして、こうやって、こう。こうやって、こう。で、これ取ってくれば四方投げ。ね。そういう話だからね。じゃあちょっとこれ自由にこういう風に動かす。で上下する。で中心はあんまりずらさない。あっち行ったりこっち行ったりしない。そしてこうなるべくで自由、どっちでも出せるよって、あとね出したい時に出せる。そういう状況。じゃあ一挙と四方投げの練習ちょっとやってみましょう。もうちょい進めて、これ一挙の場合こう一歩出すの。そして戻ってきたら今度四方投げするので、ね、今度反対、これ一挙こう一挙、そしたら四方投げするの。このままこういうふうに、こう、分かるよね。これ一挙こうすんの。したらもういいよ、もうこれでもらっちゃったから彼ね、こう反撃できないような状態まで、こうほら手が届かない、僕がもらいました、そういう状態もらったの。そしたら許してあげて、今度四方投げで、これ できないよね、反撃ね。それで終わりで、左右、こっちの手かな、こっちの右手は終わり。そしたら今度左手一挙で持たせて、もう四方投げ、こうで交代順番、右と左ね。もうちょっとさっきと進めて、一挙と片手を、一挙と四方投げで両方できるように、これ自由に。じゃあそれで、なんでこんなことやってるかっていうとね、一つの技だけやるとこうやってカッカッカッこうなっちゃうの。でも二つの技一緒にやると次のこと考えなきゃいけないから、次のこと考えるために自分がまっすぐになれるの。次のこと考えてないとまっすぐにこうなっちゃう。ああ、なれないのね。だから次のこと考えるためにやってんの。だから何でもできるの。こうやってやって一挙やって、あ、やめたってこう、ほら、こうね、こうで入り身投げで、やめたって言ってこうやってこうやってこうやってしよう、お手返しで、やめたって言ってこうやってこうやってこうやって、これ連続技になるの。そうすると次のこと考えなきゃいけないから、一つで終わらないから、一つで終わると傾いちゃうの、投げようと思うから。でも違う形でやると、まあ投げようと思うんだけど、知らないけど傾かないのね。少なくとも次のこと考えなきゃいけないから。で、じゃあこう一挙やって、でこうやってみようかね、こういうのね、こういうのこういう意味なんやね。そう、こういうのね、こっちじゃあ、まあいいや、こう一挙内側から入って、やめたって今度し裏に入んの、こっちそしてこう入って、ボカッこうで、次やってもいいよ、こうやって小手返しとか四方投げとかやってもいいんだけど、二つだけ考えて、次のこと考えて、これ内と外だから、内側これ外側で、内側やめるの、そしてボカ、
そうすると次のこと考えるよね。こうやっていったらこう足もう閉じないんだから。だから入っちゃったら閉じなきゃいけない一回。その時に曲がってたら閉じれないの。腰が曲がってたら。だからまっすぐで足が自由。どっちでも行けるよ状態で、こうに入りたいわけ。そしてボカッとやりたいの。で、どっちでも行ける状態で、こうやって投げに行っちゃったら、足が動かなくなっちゃうんだから、こうやって、ね、止まっちゃうんだから。まっすぐにしてて、どっちでも行ける状態でこういうふうに来たわけ。どっちでも行ける状態で、こういうふうにやりたいわけ。これ、まっすぐ。だからまっすぐが必要だって言ってんの。一つで終わんないから絶対。これね、攻撃が例えばこれボカッてこう緩くてしたとしたらさ、これやばいなと思ってこうやってほら後ろ下げてんだよね。で、これが届かない位置に来てから落としてんの。もしくは後ろに入ってこうやってやってんの。でしょ。そのためには自分がまっすぐになる必要があるから、傾いてたらできないの。だからそういう話だからね。じゃないやろさ。これ、一挙。そしたら、後ろ入って、こうね。いや、ちょっと足自由にするって、そういう意味ね。そういう話。じゃあ、ちょっとやってみようか。じゃあ、どうぞ。じゃあ、課題として、じゃあ、一挙、バーンって一挙やってね。一挙。この手あるよね。この手。で、この手やなのね。この手が反発してくるの。ボーンって。そしたら、こっちに切り替えちゃった。反対の手で攻撃したとき、こうやって一挙したときに、必ず来るの。こう。ね。そのときに、こう、例えば、こうやるとかね。必ず、空いてれば、来るんだ。こう。必ず来るの。だから、来ないために止めてんの。止めてんだけど、まあ、止めて、本当はこう、例えば、この手を来ないでねっていうふうに止めてるんだよね。で、来ないように足とかこういったら蹴りが来るの必ず。だから止めてるの、こうやって来ないでねって、来ないで、ね、手来ないでねって、それでさばいたのね。ここはそういう話だからね。だけど下手すると来ちゃうの。こう来ちゃう。で、こう来ちゃう時にこうやってやると、なんだっけ、小手返しじゃねえや、十字絡みか、そういういろんな技ができるのね。で、必ず来るの。必ず、ああ、来たの。やばいの。だからここはほら、投げちゃったとかさ、そういうふうにやりたいのね。でも、その稽古法がうまく見つからないから、勝手にやってって言ってんだけど、それはお互いに本当は居残り稽古でさ、こう、時間だと大体一つずつの技しかやらないから、居残り稽古で、なんていうの、適当にやってる時に、連続技とか、姿勢をまっすぐ、いつも姿勢じゃ、まっすぐじゃないと、次の技出ないよねって、そういうのが自分で気づかなきゃいけないのね。で、まあ、今日はたまたまこういう、一挙で来た時に、こうね、なんかこう、やるとか、こうね、塩投げやるとか、こうね、後ろ入るとか、そういうことやってんだけどさ、そういうのは自分たちでっていうかな、本当はやってほしいのね。じゃないと一つ一つの稽古で、はい、塩投げねって、こう塩投げやってたら分かんないからね。こう相手は忖度してくれて、こうやって崩れてくれちゃうってんでしょ。だけど忖度なしで、こうね、忖度してないんだけど、来たよとか、そう、来てね、そのこう、こう例えばこう自分がいかに動くか、自由に動けるかっていう話だから、だからその辺のところは各自にやってほしいんですよね。あの指導者、すごいいい指導者はできるかもしれないけど、俺たちはできないから、プロじゃないからね、遊びだから、そういう話ね。でもまあ、いいや。じゃあこうやってしたら塩投げやりましょう。そうすると分かりやすいから。一挙と逆だからね、方向変えて。腕の力は、一挙の形はこういう形。四方投げはこういう形。で、これ、一挙出てきて、こう来るんだけど、来た時に、嫌だよって言って、まっすぐ。
自由に動く、そういう話ね。一挙来た時、一挙来て、まあいや、やらなくてもいいや、でどっちでもいいや、こうね、こう、そしてこう、まっすぐ、こういうのとこういうのと両方ね、これ練習になるから少し試しにやってみて、ちょっとやってみましょう。どうぞ。こういうふうに一挙来るじゃん、でここ、こう切り替える時にやられちゃうの、大体こうやって。でみんな見てるとさ、この受け身の人、受け身の人はやられる係だから、やられて反撃もしないのね、こうやってこうやって、こう本当は蹴りきちゃって足きちゃってんだけどさ、来ないじゃない。でもそれを学ぶのが練習だから、こうやって一挙やって、その後こう来た時に来ちゃうよって、そういうふうに教えてやんなきゃいけないの。このなんていうの、鳥の人に受け身の人を教える役目だから、ボサッとしてちゃダメなの。あ、余裕なんだよ、反撃ができたら反撃しなきゃいけない、そういうふうに、そういう、それが仕事だからね。あのやられる仕事じゃないんだから、やられなくてもやられる、ね、やられ、まあいいや、そういう話だから、こう一挙やった時にもらいましたよ、次の時にこういうふうにほら出してきて、反撃が来ないようにしてないと、しようなきゃできないんだからね。そっちの方が大事だ、それを学ぶっていうのが大事なの。だから学ぶためには、その受け身の人の協力も必要。協力っていうのはやられる係じゃないから、受け身の人はね、教えてあげる係だろ。ここが隙間ありてますよって、ほら僕に隙間がありますよって教えてくれる係だから、だからそれを怠っちゃダメ。あのこういう技、こういう稽古はね、受け身の人の仕事の方が大事な、大半受け身の人がいいと鳥の人が上手くなるの。でも受け身の人が下手でやられっぱなしで、ああ全然気づかないようにやっちゃったらさ、鳥の人は何も知らないんで分かんないんだよね。でそういう話だからね、だから受け身の人だから頑張ってやってください、少しね。はい、そういう、ともう一つ、あの合気道だね、みんな相手やっつけることを教えてんですよね。で自分がまっすぐ、自分が自由に動けるっていうのが優先順位だから、だからやっつけることばっかり考えてると、相手の方が強い、クマみたいな人だったらやられちゃうんだよな、こうやって。だから離れるの大事、こうやってさよならって、こうやってさよならって、そしたら一歩踏んでこないと来ないんだよね。でその間に逃げちゃうとか、なんかこの辺のものをこうやって持って投げつけるとか、そういうこと考えられるわけだから、自分の身の安全が大事だって言ったんだけど、それが大事だから、やっつけることばっかり合気道で習っていったらダメよ、本当に。あのこうやって来た時に、あさよならって、こういうさよならすることがすごい大事なので、関係を切っちゃってさよならしちゃえば来ないんだから、来ないよ。でも来るよ、来てしょうがなくてやるの、こうやって、なんか来た時にしょうがなくてやってんの。だそれまでは安全にこうやってさよならさよならって、で来たらほらさよならって、こうやってこうやってさよならしたいのよ、本当は。でお互いの身の安全を、彼も安全ね、そうすれば僕も安全。相手やつることばっかり教わってるかもしれないけど、そういうことの方が重要ですからね。あのもう一回さよならの練習して、こうさよならってこうね、さよならの時は相手の方に入っていっちゃうと持ってかれてやられちゃうの、あーってやられちゃうの。だからこの手は出すっていうのが大事。出すためにこれだと引っ張っちゃうの、引っ張ったら綱引きの上手い人じゃないと、よっぽど綱引き上手い人じゃないと引っ張れないの。だから中に入って出すの、そうすると切れちゃうのね。中に入って出すってことで、伸ばすってこと、相手を伸ばすこうやって伸ばすの、そうするといなくなって。だから転換やってるよね、いつもね、転換、それと同じだから、相手はい来たら向こうへ、彼は向こう行っちゃったので、かもう一歩引いてこうに来るんだけど、来るときはさようならってやってんの、だから安心なのね、半歩早いから。でそういうだから自由を求めてるってのは、そういう話、さようならってこう、資格彼の資格、もう一歩踏み込む、こう振り返ってこないとできない位置、
にいるっていうのは大事ね。いつも彼の前でこうやってカツやられちゃうんだから、シャーク入ってさよなら、そういう練習ねをやった方がいいかなと思ってんのね、最近ね、特に。だからこうやってさよならって、ほら振り返ってきたよね。でも一歩踏まないと来ないの。だから、いや、だからさよならまで、さよならまで。じゃあちょっと抵抗してみましょう。どうぞ。近くにいたらやられちゃうの。近くにいたら、ちょっと見て、近くにいたら、近くにこうさよならすんだけど、近くにいたらこう俺やられちゃうんだよな次。だからさよならしたらすぐ離れんの。こうやって一歩来ないように、それがコツだからね。こうやっていいよ、じゃあいいよ、こうやって、わあ俺がなんか取りに行ったよね、でこうやって悪いやつ近くにいたらやられちゃうの、ほらやられちゃうの。だから近くにいたらこう来たら切られちゃったら、ほら僕は一歩出ないと彼はできないんだよね。ああ、じゃあ一歩出ないといけないんだよね。じゃないと僕はできないんだよね、何もできないんだよね。そういう風にしてほしいの。ってことは近くにいないの、行ったらさよなら、そうと一歩僕は踏まないと出れないの。あ、踏まないとできないの、何もできないの。まあ飛び毒持ってるやつだよ。でも取りに来た時は分かったと、ほらそしたらどうしようかなって思うよね。もう一回行くのかな、それともじゃあさよならってするかなって思うよね。でさよならして、平然とさよならしてバイバイってやってれば変な男も来ないしね、そういう話。じゃあまあそういう話。じゃあ何しろその場にいないことね。その場にここでいないこと。ここは切ること、切るっていうのは手ほどきとか言ってんだけど、切る、この切って向こうへ、そうだからこう切るって、相手の手を切る、この繋がったまま切れないんだから、切るっていう話。そういう話ね、それ大事。もう一回言うよ、はい、もう一回。これね、いい例だから、こうやって。ほら、やられちゃうの。ほら。行くよ、ほら、やられちゃうの。だから、すごく練習が必要。ね、みんな、バカにしたもんじゃないの。これ、切るのはすごい難しいの。これ、切るのだけでも、本当何年もかかるぐらいの話なの。だから、こう、来た時に、切らないとやられちゃうんだ、これで。だから切るのってすごく難しいの。これ極意の一つだからね、手ほどきっていうのね。だから長いこと稽古して、そういうことを切れないと相手のことやっつけれないの。逆に相手の中入っちゃったら、だから切って相手のことこうやってやっつけ切れないんだよね。だから練習してくださいって話。じゃあ終わりましょう。どうもありがとうございました。